GoPro のバッテリーが2個死んでるっていう、もうほんとクソです。何なんですか、寒さでやられるとかってあるんですかね。なんか知らないけど、この GoPro の、あの、この、まあ、切ったじゃないですか、ここで切って、でまたつけようと思ったら電源入んなくて、でバッテリー切れたんかなと思ってバッテリー交換したらそれもつかなくて、で4つあるうちの1個がいわゆる純正の GoPro のバッテリーなんですけど、それは生きてるっていうね、何なんだっていう。うわ、ここもいろは坂みたいな、すげえこの180度、あー、これ怖い怖い、ここ突っ込んだらもう崖じゃん。もう絶対落ちちゃあかんやつだな。いや、しかし下りは下りでまた寒いからね。あ、地図生きてんのかな今。あ、ここ色綺麗だな、なんか色鮮やかだなここは。なんかいやー、ちょっと下りちょっと寒いな。一応ちょっと休憩って言ってもそんな大した休憩じゃないですけど、池があるか、この池を外側っていうか、あ、ま、今はあれか、下ってって池方面行けるのかな。地図が生きてるっぽいね。よし。だとしたら、だからこう地図がたびたびこの電波届かなくて繋がんなくなるから、というよりね、こういう地図のアプリって、その、なんていうの、このデータを先に読み出しておいて、なんかその都度読み出してるんですかね。だからだからこうやって地図聞かなくなって困るんじゃないのって思うんですけど、このヤフーマップの制作者さんにお願いします。先読み、このデータを先読みして、なんか電波届かなくなってもどうにかなるようにできないもんですかねっていう。あ、ここ左か、まっすぐ行ったら違う道なのかな。じゃあ左に行けばいいんだよね。またすごいよね、このここ、なんか、なんていうのかな、チキンレースみたいな。すごいよね、この、大沼方面に行くんだね。よし。よし、今ちょっと大回りしすぎたらすいません。今なんか思ってたより内回りできなかった。よし、じゃあこっちだね。合ってる。寒い、もう足が。一応イージスの足もあるんですけど、足っていうかこのズボンもあるんですけど、着るのめんどくさいんですよ。これは何なんだろう、ここって単純にお店か。しかしなんか登山客すげえ多いですよね。おお、びっくりした、入ってくるのかなと思った。あ、ここ右か、間違った。ここじゃあちょっと U ターンしよう、どっかしらかで。じゃあこれ違う道だな。標高さっき見たら 1400m でした。だそこそこ高いんですけど、言うて今そんなにアイドリングは落ち着い、なんていうのかな、そこまでひどくはないので、ここ、あ、そう、日光って書いてるや。じゃあここだね、ここだったよね。よし、誰も返事しねえよなそりゃ。日光方面だからここだね。だなんかね、 250TR 行った時ってこんなとこだったっけなっていう、なんかもちろんもう2年ぐらい前の話だから覚えてないだけかもしれないですけど、こんなとこ通ったっけなっていう、まあ記憶なんですよね。なんかもしかしたら別ルートだったのか、なんか思ってたよりここじゃなかった気がするんですよね。まあ忘れてるだけだったらいいけどね。いやー、もう少しなんか赤城ってなんかすごかったイメージありましたけど、すごかったんだけど、なんかもう少しなんかテクニカル的なところだった気がするんだけど、あ、ここ池があるんだって、ここ来たこと、あ、ここでなんか食べたっけな、確か、ここでなんか食べた気がする、違うかな、なんかこういう池の前で食べた気がする、それ、バイクで来た時だっけな、バイクで来た時とまた違う時に来た時があるから、どこだろうな。ここチャリで来る人もいるんだ、すげえな。なんだっけ、神社があるんだっけ、あ、ここだっけな、あ、違うか、なんかここの先になんかがあった気がする、これ見た気がするな、あ、ここかな、じゃあ自分が見たやつって、なんかこの橋は見た気がする、なんかちょっと気になる人はブログでも辿ってください、多分あります。250TR で確かこの辺のもう少しもう一個行った先になんか広場があって、そこで確か写真撮った気がする。
確か砂利道だからそこ行きたくないんだよね。あ、じゃあ合ってるや、ここ来た、ここ来た、ここ来たんだね。結構いるね人。あ、そう、ここがそうなんだ。結構人いるね。あ、ここだ、この車がいっぱいいると。ここ左曲がったらそこなんですけど、自分が行ったとこ。でも砂利道だから行かない、いいや別に、もう休憩終わったから。まあ、どっかこの紅葉をバックにこのバイクを写真撮りたいんだけど。で、車いっぱいいるね、こんな平日なのに。平日のこんな時に普通にこんないるんだ。いやー、でもいいな、ここの。確かね、じゃあここ来た道で間違いないから、今まで。じゃあこれをどんな感じなのか今改めて通ると、まあ、逆走してるけどね、その時通った時とは。とりあえず標高が高い割にアイドリングがちょっとやばい感じもないし、ギアも上げて大丈夫でしょう。ここキャンプ場だとしたら、ここら辺があれか、なんだっけ、ゆるキャンのとこ。ゆるキャンって確か赤城山出てたっけな、ちょっと覚えてないんだけど。ゆるキャンいいっすよね、あれ。りんちゃん好きになりますよね、シマリンの方。なんだっけ、なでしこでしたっけ、もう片方は。だからあれキャラクターがいいっすよね。だからあれ舐めてたんですよ、普通。あ、ずっと見てなくてっていうか、名前は知ってたけど、あれがなんだっけ流行ってキャンプブームみたいなのが起きたらしいじゃないですか。そもそもあれなんだっけ、漫画の方は全然売れてなかったんだけど、なんかそのアニメ化でめっちゃ火がついて、まあ軽音みたいな感じですよね。例えば軽音もそんな最初売れてなかった気がするんだけど、そんな話になった気がするんだけど、売れてなくてアニメでやって爆発的ヒットしたみたいな。だから今ってこの売れる順番がなんか違うみたいで、漫画が売れてからアニメ作るんじゃなくて、なんかアニメ作ってから漫画が売れるみたいな、ちょっと逆になってるっぽいみたいですよね。なんだろうな、やっぱ標高が高くなってくると寒いのかな。確かね、群馬の最低気温が5度とかなんですよ今日。まあもちろん昼間は19度とか20度ちょっと以下ぐらいだった気がするけど、寒いんですよね。でしかも山、昼間とはいえ今雲で太陽隠れてるから、日光なんて降り注いでないから寒いっすね。まあとはいえエンジンパワーは好調なんで、まあいいけど、ちょっとこのなんかね、景色が良くて写真写りが映えるとこないもんかね。この辺のなんだろうな、角度的には登りやすいっすよね。まだ全然このギア低速に落として回るって感じでもないから、こんなところ歩いてる人いるんだ。寒い。この番号が少なくなってくるほど山が終わってくってことなんですか、52って。なんかさっき60なんとかって番号見た気がするけど。だからゆるキャンね、ゆるキャンまた見たいですね。あの1回見てもう1回見たくなるアニメってなかなかないと思うんですよ。だからあれもう1回見たいですよね、あれ面白いんで。お客様とかもしこの動画見てたら、ゆるキャンの話できるんで、自分できるんでってなんか変だけど、アニメとかも結構よく見てますから、そういうのもなんか話できますよっていう、ちょっとしたなんか小ネタみたいな話でした。でもこの辺はちょっとあれだな、なんかそこまですごいなんかコーナーというかコースじゃないよねって感じはするけど、まあこういう道路を走ってる動画って多分、あ、この辺はあれなんだ、タイヤの音ついてんだ。え、ここが本コースなの、あっちじゃないの、今登ってきたとこじゃないの。ここら辺すげえタイヤの音ついてるね。ここがじゃあ違うんだ、じゃあこっちが本コースなんだ、さっきは違うんだ。あ、やっぱあれだな、これステアリングが軽いせいかな。ちょっとね、またバイクの話に戻っちゃったんですけど、この自分のセッティングでこのバイクのハンドリングのね、あのボールベアリングとかのね、あの軽めなんですよ。だからなのか、こう傾けてくるとこの自然にスーってこうなんか車体が切れ込んでいくから、それが怖いんですよね、こう特に低速時。おお、こう曲がりやすいんですよ、この勝手になんかセルフステアっていうか、車体がこう傾いてハンドリングがなんていうのかな、結構なんか自然に倒れてくれるから。ただ上りは怖いですね、下りはいいけどね、今のこの感じだと。下りはなんかスーって滑らかに回ってくれる感じはしたけど、上りは危ないな。軽すぎるのの欠点ってやっぱり利点ってあるんですね。軽いのは下り向きで、重たしすぎてもダメだけど。あ、標高出た、標高1373m でそうです。まあ、とはいえ全然エンジンの不調はないです。じゃあ山は大丈夫そうだね、この感じ。標高に、まあ、標高今なんていうの、以前行ったことがあるのはなんだっけ、あのビジネスラインから抜けていく、あの一番日本で一番高い山でしたっけ、2000
あのなんで国道で行ける一番確か山ってなんだよ、その一番国道で高いところ登れるところって確か2300とかだった気がするんですけど、あっちあの FX2 で登った時はしかも大雨だったんでもうアイドリングしたらもう演奏しますね、あれ。まあ、単純に空気の量上げればいいんでしょうけど、あの辺まで行くともうあのエンジンがまともになんていうのかな、アイドリングできなくなっちゃいましたね。だから結構常にアクセル入れっぱなしでって感じで、まあそれ単純に、うん、そのエアスクリュー回しはいい話なんですけどね。だから結構ギクシャクしますよね、パワーも出力もなんか落ちた感じがして、まあ雨だったっていうのもあるけどね、怖かったなあの時。雨で GoPro をつけるのもどうかって思ってしまっちゃったし、まあ一応動画あるんでそれそれ今動画あの遡ればありますから、何やかんやまだ半年ぐらいの、まあ、半年ぐらい前の話ですからね。え、半年だっけ、違うかな、確か冬になるぐらい前、あ、1年前、もう1年経つのあれで、すげえな、あれもう1年前の話なんだ、確か1年前だったはずですこの辺何このヘアピン跡みたいな、すごいよね。あ、ここ駐車場と思って今ここ行こうじビビったら、ちょっと今地図がこのどっかしらでちょっと地図を直したいよね。なんか地図意外と効いてるね、ここなんか電波通ってるっぽいや。なんでここに二輪車って、二輪車じゃねえだろこれ車もだろなんでこのさ二輪車を敵対視すんのかねって思うんですよ。だからこれって申し訳ないけどそういうやつらがいたせいなんですよ。だからそいつらが責任持ってそういうのをなんていうのかな、直していかないと、直すというかなんか払拭というかそういう努力しないと、このなんていうの、未来人になんていうのかな、損害が回るから。だからそういうのってなんかもう良くないですよね。だってなんか例えばこういうところで、まあイニディとかもそうだけど結局ねまあそしたら 車のやつらも悪いけど、だからそれらをもう自分らの代だけで楽しかったねって終わらしてたらこうなるわけじゃないですか。二輪通行禁止とか、なぜか車は結局生活必需品でもあるから、車通行禁止ってなったら一般の生活にも支障出る人がいるわけで、だからできないんですよ。でもバイクはそうじゃないから、だからそういう世間の面もあるし、結局バイクがそう悪も一方的に悪者ってなってバイクはダメだってなってきて、だからそういうなんていうのかな、だからそのそういうなんていうの、この交通禁止じゃなくて、だったらその一定年齢以上を交通禁止すりゃいいだけの話なんですよ。だから我々関係ないですしね、そもそも我々世代がこういう暴走運転してやったわけじゃないから、だったらその年代の免許取れたやつでなんかやればって思うんですけどね、こっち関係ないしねっていう。だからそういうのがなんかね理不尽すぎるよなって思いますけどね。高速道路も二輪が高いとかっていう運動がなんかやってるところもすごいありがたいと思うんですけど、やっぱそういう誰かが動かないとこういうのって変わってかないから、まあ自分は所詮発信するだけですけどね、こうやって。だからまああんまり、まあゼロではないからね、一応 0. 何とかの世間に対する力を 0. 何とかぐらいかもしれないですけど、やっぱり言わないと始まらないですし、またこれが誰にまた影響していくかわかんないですから、とにかくあの少ない力でも発信って、ああ止まるところ止まるポイント見逃しちゃった、発信して一人一人が声を上げれば、まあ変わる、世界が変わるかは知らないけど、まあ何かしらの影響は与えられるんじゃないのっていうところです。なので一人一人が声を上げましょうっていう話でした。これ縦溝怖いんですよね。あの縦溝ってタイヤ取られるの知ってます？二輪車ってそもそも設置面積、道路に設置する面積がなんかうわーなんかついた、今なんかこのミラーになんか虫ついてなってピッてやったらなんか多分潰れちゃったかもしれない、気持ち悪いで、その設置面積が卵かそんぐらいしかない、だから そんなにこの地面にくっついてないんですよ。で特に自分みたいな旧車ってタイヤ細いから、なおかつそのなんて、まあ別になんで今時の車、あの今時のバイクと比べたらね、今の時のバイクってもう太いタイヤ履いてるから、その分やっぱり設置も、まあ、多少はねこの細いタイヤよりかあるんですよ、安定感もあるし。だからそれでなんていうのかな、この縦溝ってこうなんていうのかな、上りも下りもそうなんだけど、なんか
接地感がなくなる感覚、まあ、バイク乗ってる人しか分かんないかな。特に雨の日がすげえ怖いんですよ。なんかこの浮いてる感がするんですよね。こう縦溝になんかはまる感じっていうか、縦溝をセンターに取った時みたいな、なんていうの、一応設置はしてるんだけど、なんかこの浮いてる感がしてすげえ怖いんですよね。あとなんかこのゴーって感じで、なんかこのロードノイズも増えるし、なんかすごい不安になるんですよ。だから縦溝はバイクにとってあんまり良くないので、うん、縦溝を逆に やめてほしいというか減らしてほしいな、こういうやつ。なんかね、このすごいこの接地感がなくなって怖いんですよね。いやーこれ、ぐらついてくるんですよ、ガタガタガタって、この溝に、なんか溝にこの、なんていうのかな、引っかかったり、引っかからなかったりみたいなことして。でも赤城のこの下りってあれだね、なんていうのかな、そこまですごい急勾配を下ってるって感じじゃないですよね。どっちかっていうとなんか緩やか系ですよね。もっときつくなるのかね、これから。ここがなんだろうな、イニディのコースがどこ向きなのか知らないんですけど、タイヤの跡があるってことはこっちが本コースなんで合ってるんでしょうかね。まあいいや、とりあえずね、今地図が今反応してきてるから、ちょっとあそこらでちょっと一瞬止まって地図を再開しよう。でこいつグローブがね、あのこれ反応しないんですよ。うわ、またミラーに虫ついた。ペッて突き寄った。ちょっと止まろ。工事関係者以外立ち入り禁止。あー、ニュートラルいけなかった。でちょっとこの、うん、これで OK。よし、OK。虫多いよね、ここ。さっきもね、駐車場止まってたら、なんかでっかい蜂がいて、また蜂だけど。だからそれで、なんか蜂がすごいこの辺ブンブン飛んでて、え、ってこう払ってもまた来るんですよ。しつけい蜂がいて、はい、そんだけです。しょうもない。ここあれだね、なんか、うわ、またつく、これすげえつくな。ちょっとこうカーブ前なんだけど。あー、怖い。いや、この接地感ないでこの傾けても怖すぎるわ。おー、でもこの色が黄色だよね。この黄色ってあの紅葉ね。これ真っ赤だったらすげえ美しいでしょうね。なんだろう、バイク止まってるのか。あ、びっくりした、倒れてるかと思った。あ、でも輪立ちに入ってたのかな。あ、なんだ、単純見てるだけか。なんか突っ込んだのかなと思った。反対車線だしね。こっから先に抜けると、まあ、山をこう下ってるから、こっから先がなんだっけな、市街地じゃないけど、なんかちょっとした池みたいな滝があるんですよね。そこにも向かって、まあ、滝を経由して、あとはそのちょっと北上しながらいろは坂の方にぐるーって回るって感じの道のりです。そんなに遠くはなかったはず。あの、なんやかんやね、今ちょっとここまでは大丈夫だろうけど、新潟付近にあの雨雲レーダーで見ると結構雨雲があるんですよ。だからそれが徐々に近づいてきて、まあここにはかかんないみたいですけどね。ただなんか近いんですよ、雨雲が。そいつが急に機嫌が変わってここに寄ってきたら怖いです。いや別にいいんだけど、寒いんですよ。でそれさっきも言ったけど、この冬は装備で、このでもやったことあったっけな、あったな確か、これで来た気がする。あ、ただその時イージスじゃなかった気がする。確かね、そのイージス試着した時に今まで持ってたやつよりかちょっとちっちゃいかなみたいな印象を受けたから、入らないかもしれないから。わかんないから、どっかでこのタイミングというか、どっかしらで試着した方がいいねっていうのを知りました。で今冬場じゃない、あの今約11時でしょ、気温11時でこの寒さだから、暗くなったらめっちゃ寒いと思います、この時期でも。今10月20何日とかですけど、めっちゃ寒いと思います、この 昼で日が落ちてきたら。だからってことで、今回はあの朝早くから出発したの、もう6時ぐらいからお店出て、朝6時から出発して今11時でしょ。だから結構ね、近いんですよ群馬って。なんか思ってるやつは、あの下道ですよ、あの高速使ってないですけど、高速使ったらもっと早く行けますから、思ってるより群馬って近いんだなって思いましたね、改めて。あ、そうだそうだ、アップ話したっけ、
したかしてなかったあのアップハンじゃないですか、これハンドル。アップハン全然疲れないのが最高ですね。これってこの今って142じゃないですか、あの全然疲れないんですよ。まあもちろんあのなんていうかな、アップハンってこの無理な姿勢しなくてゆったりしてこう乗れるから、なんていうか体に負担がかかんないんで、長距離ツーリングすげえいいですね。改めてこうやって100何キロ走って思ったことは、アップハンは疲れませんね。でなおかつ姿勢も変な急な感じにならないから、でハンドルもでかいんで、なんていうか取り回しもしやすくなるんですよ。その分やっぱこうセパハンドルもちっちゃくなるから、しかもこれ前傾になっちゃうし、だからなんか取り回しもしづらいし、あの CBR そうですよねCBR の悪口言っちゃっただからその取り回しもしづらいし、曲がり、まあ曲がるって、あの乗ってた時はいいけど、セルフステア聞いて、あの止まってる時のこの動かし方がめっちゃ大変でしたね。軽いからいいけどね。うん、やっぱりこういう大きい、ただ唯一の弱点、この横幅が広いから、このなんていうの、ミラーがまたでかいというか、でかいというか、なんか幅が広いから、こう動かすときに横に気をつけないといけないとかね。まあすり抜けはしないから全然いいんだけど、怖いし。だからこういうなんていうのかな、動かしたときに横にぶつけないように注意しないとねっていうところぐらいですかね。うん、下りだからそんなになんか高速ギア使っても大丈夫そうだね。ていうか電波届くの嬉しい、ここ電波届かなくて、またここ今どこ走ってんのってならないから、まあ一歩道ですけどね。いやー話のネタなくなったな。何か話したい、してほしい、なんかあったらね。そう、びっくりした、また8だもう8ばっかだね。こう気をつけた方がいいよね、8とかも。だからうち今大学通ってるじゃないですか。大学のこの卒業が来年3月、だからもう半年ぐらいなんですよ。これやっぱ調子乗ってなんか曲がってたら怖いわ。こうすげえ、ま、なんか今角度ついて曲がってる気がするけど、早いっぽい曲がり方してるけどだからあの来年3月卒業なんですよ。であと半年じゃないですか。あの試験対策に入るんですよね。 なんていうのかな、こう、まあ、国家資格受ける必要は、まあ、国家資格取れないって意味ないんですけど、学校がやってた。だから国家資格取るためには勉強をするんですよ、受験勉強ね。それをね、なんか学校のルールとして何かしら、毎日なのか毎週なのか知らないけど、なんか頻繁にテストが行われるみたいなんですよ。でそのテストに合格できなかったら居残り勉強っていうなんかルールらしくてそのせいでなんかもし予期せぬ居残り勉強になったら、お客様対応できねえじゃんっていう、営業に支障出るじゃんっていうことをなんか知りましたっていうか、そうだったらもう780まで落ちてきたのか。だからなんていうの、もしかしたら11月以降から始まるんで、この辺だって紅葉少なくなってきてるよね。だから11月以降からもしかしたらそういう不都合が起こるかもしれません。ここ右、ま、あ右は関係ないから、まっすぐか。じゃあ、うん、そうだね、日光って書いてるから、じゃあまっすぐだ。ここどこ行くんだっけみたいなことなんかやった気がする。この 250TR で右なのか左なのかみたいな。でもあの時も電波繋がってたかな、繋がってなかったかな、ちょっと覚えてないけど、同じ Wi-Fi ではなかったから。すげえ丸太が平積みされてる。もうなんかね、この雲は雨雲なのか、山が近いからの雲なのかがちょっと分かんないけど、ちょっと不安です。はい、でその大学の受験勉強を11月からみっちりやるということなので、もしかしたら営業的には何かしら考えとかないとなって、まあ、もちろん注意喚起はしますけどね。11月からこういう風に営業が変わりますんで、ちょっと何かしら不都合起きたら申し訳ありません的なことと対応、なんかもしそれが起きたらスケジュールを見直してもらうっていうちょっとルールになっちゃうんですけど、もうそういう、もうしょうがないっていうか、まあその試験さえミスらなきゃ、まあ、まあ人間だもんね、わかんないけど、ていうか居残り勉強させられなかったら大丈夫なんで、はい、じゃあそんな感じですね。とりあえずね、なんか山もう終わったっぽいんで、あ次あれか、あのその滝までちょっとまだ14キロもあるから、とりあえず、うん、赤城山の上り下りでしたじゃあそんな感じで、じゃあまた滝の方とか、またそういうなんていうの、
こう撮影スポットみたいなところに近づいてきたらまたこうね動画撮って発信っていうか配信はするけど、また動画撮ったりとっていうのはもう言葉がすげえ詰まるけど、言葉じゃないまあはい、じゃあもうはい、じゃあそんな感じで、はい、じゃあそんな感じで色はじゃない寒いからもう冷静さ失ってるけど、赤城山の上り下りでした。じゃあまた次の動画で続きがあるので、次の動画もちゃんと見てくださいね。じゃあはい、次の動画でまたお会いしましょう。それでは。